今週のゲストは9月21日にメジャーデビューシングルリニアモーターガールをリリースした平均年齢16歳のテクノポップアイドルユニット Perfume。 待望のメジャーデビューを果たした彼女たちの魅力に迫ります。歌手のゆか、歌手ゆかです。高校2年生の16歳です。チャームポイントはこう髪の長いところです。よろしくお願いします。はい、続きまして、大本彩乃のっちです。高校2年生の17歳です。最近ハマっていることは部屋で音楽 DVD を見ることです。よろしくお願いします。はい、西脇彩香、あーちゃんです。同じく高校2年生の16歳です。私の趣味は笑うこと、笑わせること、話すことです。よろしくお願いします。はい、3人合わせてPerfumeです。よろしくお願いします。私たち3人は小学校5年生の時にですね、広島のアクターズスクールという歌とかダンスとか勉強するスクールがあるんですけれども、はい、そのスクールで仲良しになって組んだっていう自主的なちょっとことでやったグループなんですけど、今回9月の21日にリニアモーターガールリリースをしました。ずっとインディーズで活動してきて3年間ぐらいかな、うん、はい、うん、そうですね、してきているので、うん、メジャーっていうのが本当に夢の、また夢、うん、まあ、目標にしていたところがあって、はい、すごく本当に嬉しくて、うん、自分であのシリ並んでるとこも見ましたし、うん、嬉しかったです。メジャーデビューシングルになります、このリニアモーターガールはですね、今までと同じく、テクノポップという曲調を使いまして、またねちょっと近未来的なイメージも入りつつ、はい、すごくかっこよくクール&ビューティーな感じで、ね、そしてでも可愛くね、はい、そういろんな面を持った曲になってますので、ぜひ皆様聴いてみてください。はい、それではPerfumeでした。ピースをご覧の皆さん、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてPerfumeです。よろしくお願いします。今回私たちは9月21日にリニアモーターガールでメジャーデビューしたんですけど、はい、私たちはですね広島で活動していて、それから東京に上京したんですけど、その曲はですねテクノじゃなかったんですね。そう、普通の明るい感じの、うんうん、元気な曲ね。そうそう、はい、中3から上京したんですけど、そこからはカプセルの中田康隆さんという方に出会って、そこで曲を書いていただいて、そこからテクノポップを知ったんですけど、はい、今回の曲もねすごいテクノなんですよね。はい、もう激しいですね。そうですね、うん、さらにイメージが近未来、こういう衣装を着たりとか、うん、PV とかもすごい感じになってて、うん、近未来をテーマに作ってるんですが、うん、曲もね、はい、すごいですよね。そう、どうですか曲は。本当に近未来っていうイメージにぴったりだと思うんですよ。リニアモーターガールということで、最初聞いた時は、うん、もうなんかすごいテクノがすごいシャーンみたいな感じでどうなることかってちょっと思ったんですけど、やっぱ3人とも声が入るとなんかすごいPerfumeな曲になって、そう、ね、ちょっとなんかキャッチーな曲だと思うんですけど、うん、なんかやっぱPerfumeっぽく可愛らしくなってたんで、すごい気に入ってます。9月21日にリリースしたリニアモーターガールなんですが、はい、ぜひお店とか行ったら置いてると思うし、あの PV とかもねどこかで流れてると思うので、はい、ぜひ皆さん見てください。お願いします。お願いします。それではPerfumeでした。ピースをご覧の皆さん、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてPerfumeです。よろしくお願いします。9月の21日にリニアモーターガールという曲でメジャーデビューしました。イエイイエイ。はい、そのですねリニアモーターガールは作曲してくださっている中田康隆さんの、うん、もう本当に住んでいるお家でレコーディングをしたんですけど、うん、はい、まあねこんな衣装に似合わずアットホームな感じでレコーディングが進んでいくわけなんですが、はい、どうでしたか。なんか秘話とかあります。お家にそのブースがあるんですよ ね、うん、しかも公衆電話みたいな靴の中で、しかもあの座ってレコーディングをするんですよ。そう、座ってレコーディングするっていうのはあんまり聞かないじゃないですか、うん、そうですね、初めてでしたよね。そう、戸惑いましたよね、はい、結構え座るのみたいな感じですね立ちたいんだけど、うん、あやっぱ座るんですかみたいな。あとあれですね、ふすまでつながってるっていう、そうなんかガチャンとかじゃなくて、あじゃあ次 A メロねみたいな。ああ、中田さんのお家ってゲームがたくさんあるんですよね。はい、はい、
なんかゲームマニアくらいゲームがたくさんあるので、マニアですよね。そう、まあ、ゲーマーですね。ゲーマーですね。はい。でなんか昔の机の中に入ってるこうピコピコやったりするインベーダーゲーム、あ、そうそう、そういうのをやったりしてよく遊んでますね。うん、9月の21日にリリースのリニアモーターガール、はい、もうお店の店頭に並んでいるので、はい、並んでるかな、並んでるよね、はい、並んでると思うので、はい、ぜひ、手に取ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。それではパフュームでした。ピースをご覧の皆さん、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。今回9月の21日に、はい、リニアモーターガールという曲をリリースしました。はい、パフュームでございます。はい、はい、このねリニアモーターガールのプロモーションビデオなんですが、はい、はい、未来の街、近未来の街を、うん、の中でいるパフュームで、その3人が踊ったり歌ったりすることで街が動くみたいな、はい、そうなんです。すごく壮大なイメージなんです。そうなんですね。すごいんですよね、ストーリーは。うん、そう、それで音が流れていくたびにこう出てできていくみたいな、うん、はい、ところもありまして、はい、それで基本的にはもうすごくダンスを踊りましたね。踊りましたね。何回も踊りましたね。またすごい衣装なんですよね。うん、だからちょっとこのロングスカートみたいな感じなので、はい、すごい踊りにくくて、すごく靴も厚底で、うん、すごく大変だったんですけど、はい、完成してからはこう街で踊ってるパフュームなんですけど、うん、実際撮影の時はずっと後ろがグリーンの緑バックでずっと踊ってたんで、うん、完成するまで全然街の想像とかイメージとか分からなかったんですけど、うん、はい、できたらびっくりみたいなね、パフュームくるくる回ってるよみたいな。その街を描いてくださってるのが、はい、スターウォーズとかアイロボットさんの制作しているチームの方たちということで、はい、もう本当に完成した時には感動でしたね。はい、9月の21日にリリースしましたこのリニアモーターガール、はい、お店の方並んでます。ノリノリな曲なので、ぜひよければ、お風呂の時でも一人で家寂しい時でも踊ってください。はい、それではパフュームでした。ピースをご覧の皆さん、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。私たちパフューム、はい、今回9月の21日にリニアモーターガールをリリースしました。はい、はい、もうね、私たちパフュームはずっと、ライブを中心にいろんなところでイベントガールみたいな感じでやっていたんですが、今回このリニアモーターガールでも、イベントガールになっちゃいます。はい、リニアモーターイベントガール、はい、はい、長いな、うまい、ちょっと長い、はい、ね、そのでライブを中心に、今までもやってきて、これからもそのライブをね、もうどんどんやっていくんですけれども、はい、ライブの時には私たちは歌とかダンスとか、そしてこの変な MC、はい、まとまってない MC も、はい、織り交ぜつつ、はい、まとまりのないライブをやらせていただいてるんですが、はい、はい、もうちょっと今回も各地に行きますけれども、いろんなこう名物の食べ物を、ちょっといろんなもの食べたいですね。はい、よし、打ち上げだみたいな。はい、じゃあ乗っちゃうでしょう。まあでも本当に、うん、美味しいものは楽しみですけど、うん、ちょっと一回トークショーみたいなことをやってみたいなと思って。トークショー、いやちょっとまだ100年ぐらい早いかな。のちはもう喋ったら無限大ですからね。よくわからないんだよね。そうね。はい、はい、私たち各地に今回はいろんなところ回っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんその日はもうしっかりオフにしておいていただいて、バイオムのイベントだけにね、来ていただければと思いますね。それでは、9月の21日にリニアモーターガールリリースしたんですけど、はい、この曲すごく可愛くてポップな曲で、はい、テクノな感じになってますので、はい、もうしっかりノリノリで、うん、もうね、いい曲なんで、ぜひともお店に行って買ってください。お願いします。